奈良岡焼の作品群奈良岡焼は、秋田県大仙市南外地域にて焼かれる陶器である。独特の群青色の生子薬が鮮やかな色合いを出すことで知られる。奈良岡焼は、1863年に地元旧家の小松清次が、秋田市の寺内焼の陶工を招いて窯を作らせたのが始まりである説もあり、その窯は1908年に現在の大仙市南外地域高野地区に移るまでは、奈良岡川を挟んで西側に位置する大杉地区にあった。大杉の窯跡は、奈良岡焼大杉小窯と呼ばれ、2007年から2009年まで秋田県大仙市教育委員会によって発掘調査が行われた。奈良岡焼大杉小窯の発掘調査が行われるまでは、各資料では、奈良岡焼は寺内焼系であり、白岩焼などの影響を受けたものとされていた。それは、奈良岡焼の創業する時期に、秋田県内に白岩焼や寺内焼という大きな養業地があったことと、奈良岡焼大杉小窯の実態が不詳であったためである。発掘調査の結果、不明な点が多かった創業時から明治後期までの製作技法や製品の種類が新たに判明している。創業時の製品はオリーブ色の茶器類が多く、大堀相馬焼の技術で製作され、駒の絵が描かれた小突や相馬焼と墨書きされた小突がある。その後、製品は茶器などの高級品から日用雑器へと方向を変え、二代目宇市が活躍した明治中期以降に現在まで続く生小釉の製品が主体となった。昭和の戦時中には、食料増産用に地下水路の土管を製造することもあったが、小松氏が5代にわたって窯を守ってきた。昭和初期に加藤藤九郎や浜田省二らが指導し、技術改良を重ねた結果、今日に見られる美しい青みを持つ焼き物が完成した。それに伴い、甕などの大物から食器などの小物が中心となっていき、今日ではコーヒーカップや小鉢といったものが中心となっている。なお、奈良岡焼の工芸技術は、1983年に旧南外村の無形文化財に指定され、現在は大仙市の無形文化財として指定されている。また、秋田新幹線に使用される E6 系のグリーン車の内装は、奈良岡焼の青をイメージしたものとされている。ありがとうございます。